尺八本曲鶴の巣ごもり、古典の邦楽作品を2曲続けてお聴きいただきました。皆様こんばんは。福原徹でございます。今日はまたお天気にも恵まれまして、大勢のお客様にお見えいただきまして誠にありがとうございます。最初に、こちらの太鼓橋で吹かせていただいてから、通算で今日は24回目になります。ちなみにお客様の中で今日初めて春章の響きにいらっしゃる方というのは、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。ちょっと拍手をしていただけますでしょうか。たくさんありがとうございます。時々いろんな方にお目にかかって叱られるのですが、そんなうちの近所でそんなことやってるって全然知らなかったっていう、こちらのお近くにお住まいの方からも叱られる時があります。今日お見えになった方で初めての方はもしかしたらそういう方もいらっしゃるのかもしれません。では今日2回目という方どれぐらいいらっしゃるのでしょうか。拍手をお願いいたします。あ、たくさんいらっしゃる、ありがとうございます。ではそうですね、もう何回も来てるっていう方お願いいたします。すごい、お願いいたします。これはいらっしゃらないでしょう。第1回からずっといらしてるっていう方いらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃいましたら、あ、結構いらっしゃい、ありがとうございます。最初はもう本当に23年前でございますから、もう本当にちょっと大昔という感じなんですが、毎年こちらで演奏させていただきまして、雨のこともございましたけれども、ここ数年はずっとお天気に恵まれてここで演奏しております。今回は、能楽師の小早川治さん、小早川泰樹さん、それから、尺八の善養寺圭介さん、ピアノの中川俊夫さん、そして、お囃子の福原百之助さん、藤舎清雄さん、望月多佐野さん、そして笛が、福原百孝さん、福原さとかさん、そして私、以上10名で、いろいろなジャンルのいろいろなものを、聞いていただいております。次は、皆様がよくご存知の曲を5曲メドレーで演奏させていただきます。何を演奏するかは演奏の後に司会の方からお話をしていただきますけれども、多分皆様よくご存知の曲ばかりだと思います。楽器の演奏者の皆様、支度は大体よろしいでしょうか。こちらからと全然真っ暗で見えないんですが、支度のできた人は音を出してください。あれ、あ、はい、ありがとうございます。では皆さん揃いましたので、では、メロディーの散歩道お聴きください。